お仕事もちろん積むすべて紹介しようばれまで終わりません。続きましたピーターパンよりウェンディーです。ピーターパンが連れていくね子供たちの中の長女の立ち位置の女の子じゃなかったですかね。いやー、それにしてもね、なんだろうね、こう現代を風刺しているっていう、現代ってこの作品が出た当初の話じゃなくて、こうこれそれこそ今この瞬間、かっこいい、あ、かっこいいし、めっちゃ消す、あれウェンディって、あ、つか S サイズだったかな確か、めっちゃ消すね、すごいね、時計台を題材にぐるっと、あ、すっごいおしゃれな積む、素敵、好き。で、こう確か空を飛べる、まあ、空を飛ぶために必要なのが、こう頭の中で楽しいことを考えている間っていう、そういう設定だったじゃないですかね。で、やっぱり僕らがこう今世の中に対して不満があって、まあいろいろこう文句ね言ってね、なかなかこう自分たちのこうやりたいこととかしたいこととか、深くなりたい自分とかにやったりなれなかったりとかっていうのって、こうなんて言うんだろうな、楽しいことをこう頭の中で考えることができてないからじゃないかと。つまり子供たちってやっぱ空を飛びたいとかって夢をこう持ってる人たちがいると思うんですけど、そういうその楽しいことを頭で考えることで、まあ、飛びましたと。僕らもやりたいなって思うことがあったら、どうやったらそれが実現できるかなっていうことをこう楽しく考えてみるって、そういう力がまあ求められる時代なんじゃないかなっていうふうには個人的に思えるんですよね。まあ結局うまくいかないことっていうのを他人のせいにしてたら楽なんですよ、自分何もしなくて済むから。でもなんとかしなくちゃいけないっていうのはやっぱり結局自分次第っていうところはあるんでね、本当に。だからね、めでたいニュースがあったらおめでとうって喜ぶべきだし、なんかちょっと悲しいニュースがあった時なんかね、じゃあそれを次繰り返さないためにはどうしたらいいかっていうことを考えたらいいのに、楽しいニュースがあったら、なんであいつばっかりいい思いしやがってとかさ、そんなの誰もお祝いしないよみたいなことを言ったりとか、悲しいニュースがあったらなんかもう袋叩きに合わせるみたいなね、そういうのやめようよっていう、つむつむしながら何を訴えてんだっていうところでね。おお、すごいね、ウェンディさん。おお、さりげなく200万点近くいっちゃいましたね。おお、この子は使えそうな気がしますね。これはどんどんスキルレベルがアップしていったら期待が持てそうな、そんな粒でございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。